3つ目のキーワードに行きましょう、はい。活動の範囲を広げていきたいということなんですが、来年ですね、こちらの、田中さんの活動を NPO 法人にしていこうというお考えだそうですね。はい、はい。年明け早々あの申請の準備に入りたいと思っています。はい、はい。うん、やっぱりこういろいろ活動の幅を広げてということになりますか。そうですね、うん。今年の秋にですね、はい、あの文化庁からあの、著作権フリーで録音をしてもいいという許諾をいただいたんですね。許諾必要なんですね。そうなんです。ボランティアですので、何でも録音をしてもいい、そして貸し出しようというか、うんうん、要するに複製はできなかったんです。ああ、なるほど。あの1冊についてワンセットの複製は OK だったんです。本当ですか。その規制がかかっていたんです。ですからうちは一人の方のために録音をすると、もうマザーを差し上げてしまいますので、はい、手元には何も残らない状態でずっと25年間やってきたんですけど、あの展示図書館と同じ機能で、要するに貸し出し用の録音物を許諾を取らないでやってもいいですよっていう指定をいただいたっていうことなんです。はい、今までなかったんですか。それないんですよ。マザー渡してたんですか。そうなんです。それはそういう規定があるからということですか。あるからということです。長くかかりましたね。ですから最初ですね。本当ですか。2010年にその著作権法が新しいのが施行されたんですよね。それで、今までは展示図書館だけが貸し出し用の図書を作ることができていたんですけど、はい、その条文の中に展示図書館等というなどという言葉が、等という言葉が、はいはい、そうですそうです、うんうん、一時入ったんですね。でそれで民間団体でも、まあ、実績を認めていただければ、はい、なんとかなるかもしれないという可能性がちらっと出てきたわけです。なるほど、うん、でちらっとでもあるならば、はい、挑戦してみるべきだと思いまして、で春先から申請をして、はい、文化庁といろいろこうあの接触をして、はい、ようやく10月に認めていただいたんです。いやこれは大きいですね。そうなんです。いやおめでとうございます。ありがとうございます。北海道の民間団体としては多分初めて、実績を認めていただいて、ね、はい、はそれで、田中さんだって私がもし読んでたら、はい、その読んだやつね、コピーやっぱり 10個ぐらいコピー取って自分の親とか同級生とかね配りたいな、私だったら。そうですよね。もちろん自分も持ちたいけど。そうですね。それがダメだったんです。信じられない。で最初のうちはですね、例えば非常に3ヶ月くらいかかって録音した、はい、まあ、テープがありますね、うんうん、でそれをお送りする、はい、1人 の, あの利用者の方のところにお送りすると、うん、お聞きになるのは早いわけです。バーッとお聞きになって、で、ね、ですぐにあんまり間を置かずに、うん、あの次の本お願いしますっていうふうに、ん、その録音したままのものが戻ってくる時があって、あったわけですよ、テープが、はい、そうすると担当者は変わっても仲間ですから、はい、その前に録音した人がどれだけ苦心して時間をかけてるかっていうことが分かりますね、はい、でそれを消して録音するっていうことに対してあの非常にこう抵抗が、そりゃそうできないですよ。抵抗ができない、できない、そんなこと。でも私たちの仕事はそれなんですっていうことをずっと言い続けてきた。消してたんですか。そうなんです。やだ。全部ですか。全然マザーは全くなし。本当ですか。そうなんです。いやひどい。ひどいっていうか、まあ、それ法律ってこう決まってた。そうです、はい、いや知らなかったですね。本当ですか。そうなんですよ。いやじゃあこれから良かったですね。そうですね、これまでももったいなかったけど、まあ、ちょっとそういう法律が変わって少し柔らかくなったことで、大きな前進ですよね。そうですね、ですから今までやってきた、はい、そのお一人お一人のプライベートな要望にお答えするのはうちの会の基本ですので、はい、そこは崩せないんですけれども、それプラスその貸し出し用の録音物を少しずつですけれども、うん、作っていきたいなっていうふうにして思っています。すごいですね。なんかちょっと初めて聞いた話だったら、はい、取り乱してしまって申し訳ありませんでした。びっくり、あまりにびっくりしてしまって私、はい、そうなんですね。いやでもそれだけパーソナルなサービスの必要性っていうところが本当に一番、はい、あの真のところにありまして、はい、あの活動をずっとされています、あの
そういう朗読の素晴らしさを、知っている人、私も朗読をいつかいつかったら変ですけれども、はい、ライフワークにできるぐらい勉強したいなと、はい、本当に、まあ、今日田中さんに久しぶりにお会いしてまた思い出しましたけども、はい、その朗読って本当に楽しいですし、はい、自分の中で本当勉強になるし、うん、いくつになっても続けられるし、そうですね、興味のあるジャンル本のジャンルもどんどん変わっていきますし、ということでね、裾野を広げていくためにも若い人をね育てていくチャンスっていうのも大切だと思うんですが、はい、田中さんはですね高校生の放送部の登竜門といいますか、NHK コンクールのね、はい、審査員なんかもされていて、今時の高校生どうですか？最初審査員にさせていただいた頃から比べるとセリフが格段に上手になっているんです。演技力、そう、表現力、表現力というか、はい、セリフの部分は昔よりずっとずっと上手にどの子もなってるなっていうふうに思いますね、はい、それでただあとはその字の文をどういうふうにして読むか、セリフの、セリフとバランスが取れるような、はい、字の文の読み方が必要かなっていつも言ってるんですけど、はい、具体的にどういう、そうですね、例えばうねりが出たり、ちょっと気持ちが入るとうねって読んだり、自分の気持ちが非常にこう優先になったり演劇的になったりすると、審査員の好評には、朗読は演劇とは違いますっていうふうに書かれてしまう、であまりいい点数にはならないっていうことですね。朗読とやっぱり演劇って違うんですね、はい、よく札幌でも役者さんが朗読劇をね、はい、劇本当にそのお芝居みたいな感じの演出でやったりするんですけど、やっぱりちょっと別物になりますか？そうですね、この頃は私は、うん、朗読でもいろんな流派がありますねっていう言い方をしてるんですね、はい、流派ね、なるほど。それで、はい、いろんなものがいろんな形があっていいと思っているんですが、私が勉強しているところは東京の世田谷区にあります、はい、NHK 日本語センターっていうところなんですね。でそこでの、朗読の基本は文章の意味に合わせたイントネーションで、音声化していきましょうっていうのが一番の基本なんです、はい、なるほど、はい、ですから読み手である、例えば私が読んだ時にですね、私の声を聞いていただくとか、私の表現力を聞いていただくっていうことがメインじゃないっていう考え方だと思います。なるほど。そこに何が書かれているか、作者がどういう思いで書いているかっていうことをなかなか分かりませんけど、できるだけこうそれに沿った形のこうイントネーションで読んでいきたいっていうのが目標なんですね、ちょっと予定なかったですけど、はい、その先生がこちらに、はい、福津さんこれって言っても見せていただいてたんですけど、はい、これがその先生ですね。そうなんです。へえ、これね、CD もついて、杉沢先生、ね、そうです、杉沢陽太郎さんとして。はあ、なるほど。田中さんもまだ、はい、目当たったり失礼ですけど、勉強に行かれるんですか？そうなんです、週に1回、週末に、週に1回、はい、そうです、毎週、毎週東京に行って、そうです、はい、勉強してるんですか？そうなんですよ。すごい、ね、今はちょっと冬休みということですけど、いやー、そうなんですね、はい、それぐらい朗読の世界奥深いということですよ、はいはい、そうです ね、 ね、そうですよね、なかなか達成できないですね、でまたこれだけ朗読奥深くて、もちろん愛好者もいろんな流派も含めると、はい、たくさんの方がいらっしゃるのに、はい、なかなかその朗読、またその先にある朗読ボランティアということに対してまだまだ認知度が少ないと、それをまた今後のね活動の一つにしていきたいというふうにおっしゃってますから、どんどんやっぱり今日ご紹介しました、はい、その本を読んでいただくとか新聞を読んでいただくといったそういったサービスのことも知っていただいて、はい、また周りのね、お友達にこう知らせていただきたい、広めていただきたいなというふうに思います。で最後にもう一つ、はい、ファックスのサービスがあるということで、そうですね、はい、ファックス代読サービスって呼んでるんですけれども、はい、目の不自由な方のもとに届いた例えばお手紙ですとか、うんうん、チラシなんかでもいいんですけど、請求書とか、うんうん、すぐに必要な内容をすぐに知りたいというような資料なんかを、はい、ファックスで送っていただいて、はい、それを電話で中身をお読みするっていうサービスがあるんです。視覚障害の方ってファックスできますか？あ、大丈夫です。あ、そう、慣れないうちはですね、白紙の 裏が送られてきたりね、はいはい、そういうこともありましたけれども、最近は大丈夫
ですね、でもっとこれは、うん、使っていただきたいなっていうふうにして思っているんですけれども、急ぎの場合で、はい、まあ、時間があればね、今度友達来た時に読んでもらおうとか、はい、妹来た時読んでもらおうってあるかもしれないですけど、はい、急ぎで今すぐ知りたい場合に分かってるといいですね。そうですね、それさっきのこうちょっと活字がもうちょっと大変見づらくなっちゃった年配の方もいいですね。大丈夫なんです、はい、下にまた電話番号とか貼っておきますので、はい、よろしくお願いします。ぜひお問い合わせいただきたいと思います、はい、皆さんにご利用いただきたいですね。そうですね、はい、いろんなサービスがあります、はい、ということで今日のゲストは札幌リーディングサービスグループ会長の田中貴子さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。